運の強いやつだ。だがその強運がどこまで続くかな。肩慣らしにはちょうどいいぞ。そうでなくちゃな。その調子だ。なるほど。その程度だ。きついぜ。遅いな。そうでなくちゃな。忘れるなよ。死神 GTR、 峠のルールを壊す存在は断じて許さん。ああいった負の感情はドライバーを正しくは導かないものなんだ。お前にとって走ることとは何だ。いや、その答えは走りで確かめさせてもらうとしよう。心の雑念を振り払って戦いに臨めるかが肝だ。ゼロになることこそ理想的なドライビングスタイルだと俺は信じている。それをやるってか。イカれた頭にそのスピードはとんでもない狂気だな。腹立たしいが今のところは抑えて走る。先行のポジションとはまた豪胆な。何か感じたのは気のせいだったか。
車が語りかけてくる声を聞く。全ては車との対話から始まるんだ。軽量化をして太いタイヤを履いて馬力を上げて、圧倒的に速い車があればいい。よくできた車というのはそれ自体が意思を持っている。だからこそドライバーは謙虚になるべきだ。見えてきたゼロ理論の進化系が。なんてことだ。今の俺はゼロの心で戦えていないのか。技術もあるし理屈も分かっているが、最後は気持ちでいく感覚派だな。俺はあれを目指すべきではない。痺れるほど魅力的ではあるが、あれは特別に選ばれた人間だけがたどり着ける領域だ。それでいい。ゼロになることが理想的なスタイルだと俺は信じている。お前がゼロの理論をどれだけ実践できるようになったのか、それが試される最高の舞台だぜ。いいか、怖いと感じたらアクセルを抜いて冷静さを取り戻せ。戦うべきはバトルをしている相手ではなく、自分の心に住んでいる弱い自分なんだ。さあ、始めよう。よろしく。
をつけて走りなら誰にも負けない。バトルをしよう。
れこそ俺が目指す理想的なゼロの心だ。ここんとこ死神さんがちらほらと出没してるらしいですな。今は余計なストレスを抱えないで自分の仕事に集中したいんだ。違うか久保さん。見ろよ、今回の決戦に向けてかなりいじってきたのかもしれないぞ。こっちだって何が何でも勝つつもりで準備をしてきたんだ。俺は絶対に負けない。無駄だとは知りつつやってみたくなる。その気持ちはわかるがな。さすがというか、車なりによく乗れてるけどな。どこまでついてくれるかな。いつものように自分の速さを見せつけるだけだ。この車で いいドライバーだな。アクセルワークに特化してよく鍛えている。サイドワインダーの真骨頂はまだこれからだ。随分と神妙にしているな。けど何か企んでるんだろう。見え見えだぜ。スピードでついてくるとは驚きだ。久保さんが言ってたな、有利な時ほど警戒しろと。ほーらい、そういうことか。じりじりとしてるな。このプレッシャーに飲まれたらやられる。土壇場に来てそれはないぜ。サイドワインダーが負けるわけにはいかないよな。このまま終わっちまったら俺は何のために今まで。戦闘モードの全開スパートに俺と NSX が持ちこたえられなければその瞬間にこのバトルは終わる。ペースアップだと。ここで離されるわけにはいかない。いつもと景色が違う。未体験ゾーンか。やつも
手応えはあったんだ。負けたわけじゃない。少し手間取っているだけさ。あのゲームでは明確な敵意を持って後ろを走っていた。なぜそんなにしれっとしていられる。甘いぜ。寝ぼけてるんなら目を覚ませ。俺とのバトルを選んだことを後悔してもらう。今度こそ逃げ場はない。夢はいつか終わる。崩れ去る絶望感に苛まれるといい。どうした？コーナーへの侵入にわずかだが迷いが見えるぜ。少しは抵抗してくれないと面白みはないからな。もう一発。次はきついぜ。俺に挑んだ報いは受けてもらう。苦しいか。楽には死ねないぜ。遠慮はいらないぜ。お前も全力で来いよ。手ぬるい攻撃だよ。何をしている。こそばゆい。俺の根底にあるもともと持っていたものが目を覚ます。走り屋の原点に帰る。今日に限ってはアドレナリンの血中濃度は高ければ高いほどいいんだ。なぜだ。なぜお前とのバトルはこうも不愉快な気持ちになる。さらに差が離れる。化け物が。お前と走って何かが吹っ切れた気がする。死神 GTR はもういない。まったく腹立たしいぜ今日の雨は。せっかく馬力を上げて太いタイヤを履いても路面が濡れてちゃうまみがねえんだ。S配分だけ指示するぞ。視界が悪いからな。スタート直後は 80%。
リズムがつかめてきたら90に上げて、いけると思ったところで全開だ。わかりました。コースの配分はどれぐらい？3分の1以上は持たせるな。それ以内で蹴りをつけろ。3、2、1、ゴー。チームのみんなの手前もあるんだ。そう簡単に負けるわけにいかねえぜ。乗りやすい。フロントがグイグイ入ってくれるから、思い切ってラインを作れる。かなり上手いやつだけど、かなわない相手じゃない。もう少し話しておきたいぜ。しかないな。本当の勝負はゴール前のテクニカルセクション。ぐいぐいと追い詰められてる。後ろからのプレッシャーがどんどん強くなってきてる。まとわりついてきてるな。今ならまだこっちのタイヤは手応えがある。行くぞ。終わらせるぜこのバトル。そこまでやるのか。そっちがそのつもりなら。自分で疲れてるってわかる。集中力切れ始めてるんだ。やばいぜ。勝ちに行くぜこのバトル。もうすぐゴールだ。このまま行けるのか。マジで？今までも目いっぱいだと思ってたけど、この車のギリギリのポテンシャルを俺が引っ張り出していくしかない。それができなきゃ俺は D のドライバーでいる資格がない。正直にドラテクで勝負しようとするから足元をすくわれるんだよ。